あれ？あなたは確か。え、何？何このこの場面何？一条です、いすみさん。ああ、一条さん、どうかしました？まだ選挙までは日がありますけど。他の人がどうしてるかと思って。ここ、展望ラウンジですよね。ちょっと外の景色が見たくなって。ほら、景色がいいんです。いつも浮かべている弱々しい笑みのまま、涼しげな声でいすみ白秋が答えた。その声にかぶせるように双子の声が続く。もう用件はお済みですよね。それではお帰りくださいませ。やっぱり二人はこんな感じか。あとは今回の件についてどんな風に考えているのか少し話もできたらと。話？前にお話ししましたように特に話すことなどありませんわ。その通りです。白秋様はお優しい方ですので、一度はきちんとあの話し合いとやらに参加をさせていただきましたが、やはり私たちには関係のない話です。こいつらはいつも三人一緒にいるな。いすみ白秋を中心にまとまっているようにも見えるが、彼に話しかけようとすると必ずこの双子が邪魔をしてくる。立場はこの双子の方が上なのか、それとも心から慕う双子を完全に手なずけ思いのままに操ってるのか。もしも後者なら、いすみ白秋には十分に注意を払う必要があるのかもしれない。場合によっては相当な強キャラポジションだよね、白秋様って。どちらにしろ姫の師弟とイスルギのグループと同じように結束が強いようなら、この3人を崩すのも少しばかり難しいか。イスミさんも同じ意見なんですか？関係ないとまでは言いませんけど。けどこんな状況ですから、あなたを含め全員を信用するのはまだ無理ですね。それはそうでしょうね。でも話をしたいのは僕も同じです。ああ、そうかそうか。白秋様、できそうかな話。このままアリスのルールに沿って行動するにせよしないにせよ、僕たち3人だけではできることに限界がありますから。いいえ白秋様、3人だけで十分ですわ。そうです白秋様。それは違うよアシャ、母ちゃん。確かに僕たち3人の結束は固い。でもそれだけでは3人とも生き残れる可能性はほとんどないからね。最後に生き残れるのは2人だけなんだから。え、待って待って、これなんかあるぞ、これなんかあるぞ。何か起こりそうな気がするんだけど、なぜここで嘘が混じるんだ。3人の結束は固くないってことになっちゃうよね。それに今の言い方はまるでアリスのルールに乗るつもりですか？そのつもりはありませんけど、最悪の事態も考えておく必要があるので。まああるってことでいいのかな。また嘘。自己紹介の時も迷っているのが嘘、つまり迷っていないと言っていたが。もちろん僕たち3人が揃って生き残る方法を探していくつもりですけど。怖い怖い怖い、さすがにそれは怖いわ。その上で3人一緒に生き残るつもりもない。選挙に参加する決意がすでにある。だから一条さん、これからも話をする機会が持てたらいいんですけどね。僕もあなたたちのことを信用したいと思っています。そうですか。カーシャとアーシャのことは心配しなくていいですよ。二人とも僕のことを心配してくれているだけで、話せば分かってくれるはずですから。
まあ、ここの部分に関しては、まあ、予想はできる範囲だよね、まだ。そうだよね、ガーシャ。白州様がそうおっしゃるのでしたら、努力いたします。アーシャ。わかりました、白州様。まあ、そうなるよね。ありがとう、ガーシャ。アーシャ。二人には本当に感謝しているよ。怖いんだけど、白鳥様。やっぱ強キャラかもしれんな。一体何なんだ？三人とも嘘ばかりで本心がまるで見えない。彼の顔に常に張り付いている優しげな笑みも、こうなってくると意味が変わってくる。考え方を変える必要があるのかもしれない。それで、一条さんはどう考えているんですか？アリスの選挙を受け入れる？それとも別な方法を探すつもり？もちろん他の方法を探すつもりです。まあ自分も似たようなものだから相手を責めるつもりはないが、それでもその方法が見つからなかったら、アリスにみすみす殺されるつもりはありませんから、選挙には参加します。つまりこれが本音か。方法が見つかろうとも見つからなかったとしてもということになる。まあそれしかないのかもしれませんね。白州様、大丈夫ですか？双子が慌てて白州に駆け寄る。軽く咳き込んだだけのようにも見えたが、大丈夫ですか、いすみさん。薬って言ってたもんね、白州様。ええ、もう大丈夫です。薬を飲めば。胸のピルケースからカプセルを一つ取り出し、水もなしに飲み込む。長年患っているのか慣れた仕草だった。白州様、お部屋で少しお休みしましょう。そういたしましょう。二人で白州の両腕を取り、双子は俺のことなどまるで無視するように部屋から出ていこうとする。振り返った白州は足取りこそしっかりしていたものの、いつもの弱々しげな笑みで言った。ごめんなさい、一条さん。またぜひ話をしましょうね。お願いします。はい、約束ですよ。双子はこちらを振り返りもせず、三人は部屋から立ち去った。嘘連発だったよね。ただ、後に回して正解だったかもしれないな。個人的なあくまで考えというかあれなんですが、もうちょっと探り入れたい感はやっぱりありましたね。表面から見えていた関係は作り物に過ぎなかった。まずは確かなことを数え上げてみる。一つ、この三人の結束は決して固くなどない。一つ、いすみ白州は選挙を前向きに受け入れている。一つ、双子が白州を慕っていることに偽りはないが、黙って言うことを聞くつもりもない。そして最後に一番重要な点は、三人揃って生き残ることを目的としていないこと。ここ引っかかるよな。彼らの最終的な目標は、白州と双子のどちらか片方が生き残ること？そういうことかな？それとも、まさかな？まあ、そうだよね。この時点で決めつけるのはまだ早い。やっぱ探り入れてからだな、この先を考えるのは。まずは情報が必要だ。でも怖えな、万が一の可能性のことがあったりしたら。まだ時間はある。この三人が一枚岩ではないのなら、きっと何か掴めるはずだ。さて。考えても今答えは出そうにない。とにかく今他を探しに行こう。というわけで残すところは一斉さんのダイニングと廊下の伊豆くんだよね。あれ？あったっけ？あったっけ？処理さん。あれなんか追加されたんかな。一斉さん最後にしたいので、
でもしほりさん単独っていうのも珍しいよね。しほりさん行こっか。こんにちは、ゆりさのさん。こちらの声には気づいたようだが、視線をこちらに向けただけだった。相変わらず話しにくいというよりは話す気がないのか。だが目的のためには少しでも多くの情報を集める必要がある。ミサを殺した、こいつらを全員殺すために。それ、え、めっちゃびっくりしたんだけど急すぎない？なんかいろいろと不意に彼女との距離が詰まった。あまりに自然な動きだったために後ろに下がることも顔を反らすこともできずに、ただ向かい合う。数センチ先で彼女の、スミレ色でいいかな、の瞳が蛍光灯の光を反射していた。どうしたんですか、突然。何か用？少し話でもできないかと。まっすぐに見つめられているはずなのに、こちらを見ていないような視線。違和感とわずかな不快感に顔をそらす。何の話？これからのこととか、選挙のこととか、いろいろです。それで？また質問か。うんざりしてきたが、ここまで来て話を終わらせるつもりもない。ゆりぞのさん、あなたはどうするつもりですか？どうって？これからのことです。アリスの言う通りに選挙をするのか、それとも何か別な方法を探るのか。別な方法？思ったよりも厄介だな。思った以上だね。これはこちらの問いには一切答える気がないのか。質問を返されるばかりで何も進展がない。答える気がないのか、マジで何も考えてないのかのどっちかだよね。まだ何も分かっていませんが、ここから抜け出す方法とか、そういうことを探していこうかとは考えています。選挙はしないの？何もせずに死ぬつもりはありませんから。時間が来れば参加はします。嘘？何がですか？そしてまた沈黙。嘘？今のは俺の発言に対してだったのか？だとしたら怖いな。しほりさんも質問に答えてくれれば話が早いんだが、とにかくこの女に喋らせないと。それで、あなたはどう考えていますか？何か聞き出せないかなとは思うんだけどな。完全にしほりさんペースだよね。どうって？選挙についてどう考えているのか聞かせてもらえますか？こうなったら何度でも質問を繰り返してやる。別に。別に？どうでもいい。生死に関わることですよ。どうでもいいんですか？生死に関わる？参加しなければアリスが何をするかわかるでしょう。ああ、そうね。じゃあ参加はする。何なんだこいつは。本当にどうでもいいと思ってるのか？いや、本心からそう思っているのはわかっている。彼女は嘘をついていない。あまり興味がないみたいですね。そうね、興味はない。このままアリスの言いなりでもいいんですか？言いなり？興味はない、でも選挙には参加する。理由は死にたくないから。それっておかしい？死にたくないのは別におかしなことじゃありません。でもそれだけでいいんですか？それだけ？あなたは受け入れているんですか？アリスのことも何もかも。そうだと思う。自分の生死を決めるような上位の存在、
アリスのような存在があったとして、それをただ受け入れるということと、聖書を免れるために従うということは明確に違う。まあ、違うわな。彼女は本気で受け入れている。理解できないだけじゃなく、その考え方には嫌悪さえ覚える。でも、死にたくはないんですね。どうだろう。そうね。多分、死にたくはない。と思う。多分だって。それも本心なのか。そうね、多分。多分死にたくない。それだけでミサを殺すことに同意した。そうなんですか。じゃあそれほど行きたいってわけでもないんですね。思わずそんな言葉が口から溢れた。そうね、多分。答えはさっきと変わらなかった。じゃあ今すぐ殺してやろうか。物騒ですよ、カナメ君。じゃあ いえ何でもありません。なんとか口に出さずには済んだ。そう、また来ます。そう、わかった。感情を押し殺して彼女から背を向ける。部屋から出る俺の背中に彼女は一言付け加えた。待ってる。え、何だったんだ今の一言。でもあれは赤文字じゃないから嘘ではないんだよね。あんなに関心がなさそうだったのに待ってると言ったのは嘘ではなかった。謎多いな。しほりさんが謎キャラすぎるな。まだ待ってるか。こういうやつなら最後まで残しておいても危険はないだろう。って思ってると意外と危ないかもよ。最後まで残すつもりだけど、今のうちに探れるだけ探っておこう。気持ちを切り替えて他を探しに行こう。さあ、ということで、え、待って、一世さんがいなくなってる。なんか限られた回数とかだったのかな、もしかして探索って。わー、待たせすぎたな一世さん。これは部屋戻っちゃったかな。まあ一世さん優しいからね、まあ、イズキ君のイベント終わったら多分ひょこってまた出てくるって俺は勝手に思うことにするよ。大丈夫かなこんなんで。しほりさんの誘惑に負けたわ。ふと背後からの視線を感じた。誰かが後ろに立ってこちらを見ている。誰だ。へえ、よくわかったな。振り返るとあやらいづきが壁に背を預けて立っていた。ああ、あやらさんですか。てめえ、こんなとこで何してやがる。全員とこれからのことを話しておきたいと思っていたんです。それでいろいろ歩き回っていたら偶然ここに来たとでも。まあそんなところです。俺のことをつけてたんじゃないのか。つける。まさか。さっきからよ、気持ち悪いんだよその笑いが。てめえらと話し合うことなんか何もねえ。さっさと失せろ。まあ、いちかちゃんの笑顔見てみるか。やばいほど可愛いぞ。そうですか。話し合いはしておいた方がいいと思いますが。何を話し合うってんだ。そんなことしたって無駄だろ。無駄ですか。ああ、無駄だね。嘘ではないようだが、どこか引っかかるな。失せろと言った割に会話は続いている。確かにね。もし本当に話したくないのなら黙ってその場を立ち去ればいい。そうしないということは、本当に話すことは何もないんですか。これからどうするにしろ情報交換くらいはしておいた方がいいと思いますけど。情報交換できると思うか、こんな状況で。しようと思えば
できるでしょうね。一瞬彼は睨みつけるような視線を俺に向けた後目をそらした。どうせ偵察だろ。集められた全員でこれから仲良く殺し合いだもんな。殺し合い？選挙のことですか？選挙？言い方を変えたって殺し合いには変わりねえだろ。なるほど、あなたの考えはよくわかりました。わかった。あなたが積極的に選挙に参加して積極的に殺していくつもりだってことがです。それのどこが悪い？殺さなきゃ殺されるだけだ。俺はそんなこと言ってませんよ。あなたの方こそ悪いと自覚してるからそう質問したんじゃありませんか？てめえふざけてんのか？ぶっちゃけね、選挙のあのトークの部分で文章出てくるじゃないですか。ふざけてんのかっていうの、伊豆くんしかいないと思うんですよ。この言葉出てきたら確定しちゃうんじゃないかなっていう心配があるんだけど。いいえ。その薄気味悪い笑いはやめろって言ってんだよ。少しずつこいつのことが読めてきた。さっきつけてきたって質問しましたよね。あれ本当は自分のことじゃないんですか？そんなわけねえだろ。なるほどな、そんなわけあるのか。決定だな。死ぬのが怖いんでしょう。殺すぞ。否定しないんですか？うるせえ、黙れ。俺はてめえらに殺されるつもりなんかねえんだよ。あやら伊月は凄んで見せたが、暴力は禁止されている。ここが外の世界か、もしアリスのルールさえなければ殴られていたかもしれない。だからこそわかる、彼は極めて冷静だ。襟元を掴んだり壁に押し付けたりもしなかったのは、それが暴力に値するかもしれないと考えたから。過去の発言からも見た目通りではないと思っていたが、やっぱ相当できるよな、エズキ君って。失礼しました。それよりも話があります。こちらを信用すれば他に味方がいない分利用価値は高い。俺と情報交換しませんか？てめえ何言ってんだ。しようと思えばできるってさっき言いましたよね。てめえみたいなやつ信用できるか。ここは下手にこちらから話すよりも待った方がいい。こいつは必ず乗ってくる。そのタイミングを待つんだ。気に入らねえんだよ、そのすかした面も喋り方も何もかも。ででって言っちゃったよね。あ、それでどうしますか？そろそろか。信用しろとは言わない。だが協力はできる。利害が一致する限りは。利害？次に選挙で死ぬやつを教えてやる。代わりに情報が欲しい。Ha ha ha!